からもう一回4番の伊藤が上がってくる。4番の伊藤がスーッと上がって前を叩いていきました。残り600の鐘。5番の村松は下げて4番手をキープです。4番の伊藤が先行体制、2番手は1番の斉藤、3番手6番の音川、4番手5番の村松で後ろに3番の土屋、さあ後方から7番野口も上がってくる。残りが1周です。4番の伊藤が先行していきます。その横まで7番の野口が迫ってきている。7番野口がここは前を叩いていくか。4番の伊藤も懸命に抵抗するが、ここは2番手に下がる形になりました。4番の伊藤が2番手をさばけるか。さらに内から先頭に立っていこうというところ。4番の伊藤が先頭、2番手7番の野口で4コーナーから直線。4番の伊藤が先頭、2番手は7番の野口、しかし4番の伊藤がゴールイン。2着7番の野口です。